はい、どうも、ケイキングです。今日はですね、北斗の拳、北斗リバイブ、やっていきましょう、ということで、今日は錬金斗山、行きたいなと思います。まあ、前回、カイゼル、手に入れまして、まあ、育成なんですが、はい、ここまで、しました。まあ、一応84まで上げて、スキル、まあ、すべて84。あ、で、星は4です。戦闘力は5万5000。あと、まあ、クラスアップは終わってて、極意はすべて20。ただまあ装備なんですが、まあちょっとね、この辺とか足りないですよ。気象とかが。はい、素材足りないので、ちょっと中途半端にはなってるんですが、まあある程度育成できたんじゃないかなと思います。はい、なんで今日はね、ちょっと星4のカイゼル、ちょっと使っていきたいなと思います。あ、次のね、剣士出ましたね。UR の剣士郎です。気になる方は公式をチェック。公式のツイッター、チェック。まあまたその動画もね、あげたいなと思います。はい。まあ、性能についてみたいな。よし、じゃあ、行きましょう。今回はね、パーティー、3人で、行きたいんです。アキラと、まあ、最近配布になった、まあ、リン。そして、まあ、カイゼルと。主役はカイゼル。じゃあ、錬金斗山、行きましょう。はい。今、5位の方ですね。まあ、剣速は勝ってます。3万7000。で、相手が3万4000。超えたところ。まあ、まずはリンとアキラだけ。はい、充電ピンチ。充電しながらやろう。はい、持ってく。まあ、高烈のアキラ結構ね、気に入ってるんですよ。とどめださあ、カイゼルのね、ちょっと性能見ていきましょう。まあ、前回星6のね、カイゼル、まあ、動画出したんですが、リードメンバーの方がね、ゴリゴリ揃ってるので、まあ、気になる方はね、それも見てもらえたらと思います。さあ、ここでシールドがついて、シールドがつく前にワンパンで持ってかれちゃうと、まあ、良さ発揮できないですよね。で、星4で使う場合はしっかりゴフとかでね、まあ、HP ボール、まあ、ダメージ軽減とか、そこを盛ると。一人でも多くの人。さあ、だいぶ復活しますからね、これ。ハイゼル強いね。勝百裂拳。マジタフですよね。これで星4っすからね。その首もらった。とどめだ。博覧滅世。さあ、 HP 減ってきた。よし、えい。など眼中にないわ。まあ、ここで倒れると。はい、まあここはスキップでいきましょうか。はい、ピンチ。まあ、高烈アキラはこれくらいです。何が足りないのか。はい、それじゃあやっていきましょう。まあ、ここもちょっと先手で2枚だけね。はい、奥義打って、さあ、こっから。怖い言うなと。よし、えい。さあ、受け止める。はい、これで最後よ。まあ、相手はいつも、上位にいる方ですね。行くぜ。さあ、クリティカルが入る。我が愛しの原骨よ。アキラのクリティカル、まあ、結構痛いですね。はい、もらっちゃうと。そしてハンの一撃。ここでね、一発で持ってかれちゃまずいんですが、はい、登りましたね。で、シールドがつく。
貴様など眼中になるわ。三分円と。まあ4でもそうですね、相手のまあ星6とかのさ、まあ、攻撃をこんだけ、まあ、受け止めることができると。1109ある経絡覚悟全てついてくれるわ。一応ね、次のケンシロウの話で言うと、火は半、水は氷、風はまあ凛とかアキラとか、まあちょっとそこはまだ考えたいんですが、で地はね、カイゼルか、まあ、太陽来るかもしれないですけどね。これで最後よ。まあ、レトロアキラでもいいですよね。はい、ラストは、戦闘力45万の方いきましょう。3人でやってやるぜ。行くぜ。頼むぜ。まあ3人選ぶならアキラ、やっぱアキラっすよね。ただ後ろね、ヒョウ使えば、まあ、結構いけますよ、3人でもね。まあ、前カイゼルで後ろアキラヒョウかな。全力でいくぞ。火力は全くないですからね。まあ、奥義覚醒して、まあ、星6とかにしても、まあ、そんな出ないですよね。ただ、このタフさが素晴らしい。まあ、で、今日のね、組手から、ちょっとまあ、デビューさせようかなと思います。天正百裂拳。さあ、クリティカルが入る。だが倒れん。ただまあケンシロウが簡単に持っていくんでしょうね、このカイゼルを。予想通りでしたね。4つの属性で、効果力の当たった。まあ、まだ詳細見てね、出てないですけどね。まあ、数字とかでちょっと見ないとまだ分かんないんですが、アキラ絶好調やな。天正百裂拳。さあ、ここ結構ダメージ入りましたね。あぶね、まだ耐えてると。よし、まあ、歯の奥義を受けてくれたのがいいですね。はい、受ける。そしてカイゼル倒れた。ただ後ろは結構きつい。痛い。後ろのアキラはそんなね、耐久ないですからね。痛え。はい、対戦ありがとうございました。はい、ということで、主役はカイゼル。いかがだったでしょうか。このパッシブのね、まあ最初シールドアーマーついてるんですが、ここですね。自身の、まあ真ん中あたり。自身の現在 HP が 51% 以下だったとき、自身の最大 HP の 80% 分のシールド。まあ、これをしっかりね、獲得しないと、弱いです。まあそれ、まあ、なくてもまあ、耐久はあるんですが、まあ、ここもしっかりね、この効果も使っていきたい。なので、その 60%、まあ、70% から、一発で持ってかれちゃうと、HP0 まで。こいつの良さ発揮できないので、まあ、しっかり、まあ、パイチェット一つね、防御、HP、あとはまあ、ダメージ軽減。まあ、その辺をゴフでしっかりまあ、持っておくと。まあ、4とかで使う場合。まあ、6とかで使う場合ももちろんなんですが、4で使う場合は特に、持っておくと。
まあ、6とかだと、まあ、今いる剣士で、その、ワンパンで持ってけないんですよ。カイゼルを。まあ、俺の戦闘力8万、まあ、アキラとかね、アキラ8万、ハン8万、ヒョウ8万とか、この辺でも持ってけないので、まあ、ほぼ持っていけないですからね。まあ、6とかの場合は、ちょっと攻撃の方に、まあ、重視したりとかもいいかもしれないですが、まあ、4で使うときはね、まあ、耐久面をとにかく上げておく。はい、ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。